半県は中国三国時代から精神の政治家。職官と精神に仕えた。字は長元、慶州義用軍、義用権の人。三国子職史に独立したつてはないが、諸葛良殿に記録がある。諸葛良の死後、当その公認として、少書霊となった。二百五十一年には高位の地位であったが、この時クレイの使者として赴いた。孫権は、 重病で半剣と直接対面することができなかったため、諸葛仁に対し、半剣の人物を、かつて死者として、呉を訪れた僧侶と比較する形で尋ねた。諸葛仁は、僧侶に才能、見識では及ばないが、性質では勝っていると評した。後に、自中、少書例となった。261年に諸葛戦と凍結が、 平イラ所持になると、半県と三名で国政を預かることとなった。コウ・アキラが政治の実権を握るようになっていたが、半県らはお互いにかばいうのみで政治の歪みを正すことはできなかった。ただし、半県だけはコウ・アキラと私的に親しくすることはなかったという。263年、ギガ職に信仰し、リューゼンは降伏した。 翌年春、劉禅が一家揃って、洛陽へ移送されることになると、藩県は、凍結と共に従った。洛陽に到着すると、旧職の軍臣たちと共に烈行に封じられた。その後、凍結と共に、小国三軍となり、秋には、凍結と共に、三期常寺を兼任した上で、職の民進勤部に勤めたという。精神の休止中であったとき、縁に、 諸葛亮の知性について質問されると、これを称賛して述べた。柴園もこれを受けて、諸葛亮を称賛すると、先に、生徒において、紹介の残言で冤罪で中殺されていた、とうもぐの罪の赦免を、ひれ伏して嘆願した。柴園は笑って、これを容認したという。小説、三国支援儀では、諸葛亮に従い文官として北伐に参加している。 諸葛亮から情景を受けた馬体を慰める役目を果たした。ありがとうございます。